最終日です。最終日だね。最終日です。今日一日やって明日の早朝に帰ると。だからまあ今日寝ないで行くよ。寝ないで行けるのかどうかっていう。俺は無理かもしれない3時間しか寝てない。僕は結構寝て元気なんで行けそうな気がします。これから多いプロの試合があるらしいの で、ちょっと見に行きましょうか。はい、はい、行きつつ行きつつ、あとスリップ通りちょっと観光してみましょうか今日は。そうですね。その模様も映せたらいいなと。はい、じゃあまず会場に行ってきます。着きましたね。着きましたね。会場ですね。もう試合やってますね。はい、9時からありますよね、試合が。そうね。でプロの試合10時からで、はい、多いプロの会場ちょっと分かりませんが、まあちょっと行ってみましょうかね。いや、始まってそうですよ。急遽ライブ配信中です。はい。質が悪いっす。苦情が来てますね。しょうがないね。毎回がね。多分ちょっと来年すげえ早いワイファイ持ってくる。ブース巡りです。ここはなんだ。あ、すごい、サウスウェスト。アスクですね、アスク。ザンボッティ、モッティ。あ、でも書いてあるね、値段。9500ドル。7000ドル。カスタム級だ。おぉ。ジャスウェスト、ボムエン、キケル。ジャコビーは聞いたことあるよ、これも。これですよ。ジャコビー。金額。これ2200ドルっていくらだ。30何万じゃないですか。うん、33万ドル。けぇ。2200ドル。リッチャー。なんかいろいろ言ってますね。カムイグローブ。ユテックジャンプ。おかしい。これ、エアラッシュとかいくらで売ってる。よし。いくら？659ドル。いくら忘れ。ちょっと安いのかな、日本より。日本12万だったもんね。はい。ユニバース、バイク。アスクフォーアシス、あ、ジナとかありますね。うん。有名なやつがあります。これ辺高いやつでしょ。タオ暗くてよく分かんないね。不思議な球もあります。洋服も売ってます。チョス。オール休日は70ドル。70ドルいくら？1万ぐらい。安。なんかいろいろ売ってますよ。アメリカンハスラーっていうブランドがあるみたいだね。今日朝練習してたらそういうの着てる人もいて、チーム名かと思ったら違う。急な感じに仕上げてあるんだね。下にタップついてるもんね。本当だ、かっこいい。130ドル。かっこいいで。これかっこいいだ、緑と青。あ、かっこいいね。いくら？950ドルと1300ドルだから15万ぐらい。15万。まあそんな高くないかな。から20万ぐらい。あ、目打ちじゃないですか。目打ち。目打ち。綺麗ですね。綺麗ですね。この緑の感じとかすげえいいね。お値段わかりません。ない
そこまで高くないと思うけど、高いのかな。あ、なんか注意事項かわいいね、うん、店に貼ったりしたらいいやつ。カムイ、カムイプレデーター。うん、お、なんかビームが出てる、ビームが。あれか。こっちがセンターライン。あ、すごいね。すごい。お、ハーボレート。おじい。おじい。おじい。はい。ここはミニトーナメント会場で、またすごい並んでますね。わー、えぐい。ここ地表ここでつけてもらいます。こういうところでドリンクが頼めます。水がいくらだっけな、5ドルだったっけな、4、あ、水4ドルか。イエーこれら今日最終日なんで、はい、もう会えないかもしれない。そう。次の試合とか。次ですね、何時？何時？4時半に。今観光しに行く。急いで急いで戻ってくるよじゃあ。うん。とんでもない。急いで戻ってくる。応援してくから。いや、嬉しかったです。今見てくる。頑張ってる。あと1勝したらもう行けるから。そうですね。楽勝です。楽勝ですよ。全部入れちゃいましょう。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫、最後かっこよかった。うん、緊張しました本当に。いや、かっこよかった。かっこよかったですか。なるべく早く帰ってくるから。うん、いや、もう全然。本当に楽しんでください。はい、じゃあね、頑張ってね。頑張ってね。ありがとうございます。あ、なんかワイルドですね。ワイルドなアメリカンですね。ラスベガス眩しいんですよ。ラスベガス眩しいと。これからこれから。ハンバーガーを、アメリカといえばハンバーガー、ジャンプして。着きました ね。これどこですか。コスモポリタン、コスモポリタンホテル、はいはいはい、こちらにハンバーガー屋さんがあると。はい、ウーバー乗って、え、今ジャンプしてきたんじゃないですか。ジャンプしてきたんじゃないですか。ちゃんとした下りあったのに、なんでウーバー乗ってきたんですか。ジャンプしてきましたね。はい、ジャンプしてどれぐらいですか。5分ぐらいですか。いくら、料金はいくらぐらいなんですか。いくらだっけ。2000円ぐらい。2、3000円ですね。3000円だと思います、多分。ここにもちゃんとカジノありますね。カジノありますね。This, this, here, here. All staying.カカオ、こっち、こっち、右のオブジェか。え、右のオブジェがいます。右の顔の人が乗ってる。不思議でしたね。入れそうです。4人ですか、これは。シェイク。でかいぞ。すごい。なんか美味しそうですね。ポテチが入ってる。なんですかそれ。ポテチです。ポテチが入ってる。ポテチが入ってる。すごいですね。これ私は、これはなんですか。ベーコンですか。なにこれ、アボカドがこっちをうまそう。
美味しそう。あ、なんかすごい。チキン、チキン。チキンです。美味しそう。うまそう。俺がハンバーガーっぽいでしょ、一番。ハンバーガー。いや、みんなハンバーガーだ。どうしたんですか。顔が困った顔します。違う、あのポテチが入ってるんですよ、うん、美味しいんですけど、すごい噛まなきゃいけなくて、噛むのに疲れてる。肉が大きくて。美味しいですか。美味しいです。幸せですか。幸せです。幸せな顔して食べてくださいあんちゃんにも言って。それあんちゃんは可愛いから大丈夫あんちゃんどんな顔しても可愛いから。タク完全にもうだとね、ひどい顔してもなんかあのクレーマーの顔してたよね。なんか文句ありそうなさ、文句マンだ。お前なんか文句マン。負けた人、俺試合負けた人文句マンって言うなんで文句マンって言うの。3位でしょ。でも文句は2位じゃなかったね。3位。俺に勝ったのはさ、俺2人に負けたんだけど、2位と3位。あの試合、そう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 。だから来年は優勝するよ。あとちょっとじゃないですか。何ですか。ハンバーガー。うん、いや年々食べれるよ。食べんの遅いだけだから。あ、そうなの。あのポテチがすごい邪魔邪魔邪魔なの。噛むのに邪魔。味的にはいいんだけど、噛むのに邪魔なの。あ、そうです。なんで頼んだんですか、それ書いてありましたよね、ポテチ。なんか美味しそうだなと思って。ポテチ入ってるのないじゃないですか、ハンバーガー。ポテチ入ってるとどんな感じなんですか。邪魔です美味しい。高いっすね。高いっすね。ハンバーガー4人で食べて200ドルですよ、ね、3万っすよ。まあ今円安だから、まあ、200ドルだ、まあ、2万だとしても高いね。まあ日本が安すぎるのかね。それはある。アメリカはこんな感じです。いや今のでね200ドルだくらいでした、まあ、美味しかったから良しとしましょう、はい、じゃあ次行きましょう。はい、ここがメインストリートですね。メインストリート、おお、やっぱ違いますね。ストリップ通りと、はい、これまあ昼間の感じと夜の感じ違うんでしょうね、多分ね。まあ多分夜暗いんじゃないですかね、もう少しねそりゃそうでしょ。あ、そうですか。いや、まあ夜の感じの盛り上がり方とか、はい、ああなるほどですね。ベラージオっていうホテルがあって、そのホテルの前にでっかい噴水がありまして、それをちょっと見に行こうかな、なるほどですね。ベラージオの噴水、はい、名所ですね。名所ですね、はい、ラスベガスっぽいですね。エッフェル塔もありますよ。噴水やってないですけど、これっぽくないですか。お、もう一周ですか。ここは何ですか。ベラージオホテルですか。やっぱりカジノが。お土産よりもカジノしかない。今から噴水が始まるそうなんですけど、4時からって言ってましたけど、今何時ですか。今ですか。4時1分。じゃあそろそろ始まるんですかね。いやー残念でしたね。
ンスあったんですが惜しくも負けてしまいました。お疲れ様でした。悔しい。現在ラスベガス朝4時半ですね。これからサンフランシスコに向かっていきますが、はい、眠そうですね。寝てませんよ。寝てないですか、はい、まあ2時間ぐらいでサンフランシスコまで、はい、っていうことは一瞬ですね。一瞬ですね、はい、その後夢の中に、その後成田までドンと行く感じで、はい、また来年、はい、行きましょう。行きましょう。はい。ああ、なんとサンフランシスコじゃないですね、ここね。え、まだラスベガスです。まだラスベガス。はい、あれちょっと飛行機が遅れてます。距離短かった。はい。おお、来ましたね。サンフランシスコ空港ですね。はい。 SFO SFO ですね。寝れました。寝れました。すげえ寝てましたね。ありがとうございます。気持ちよさそうに。ありがとうございます。僕大変だったんですよ。まあ、隣がおっちゃんだったんで、まあ、女の子かわいそうだから代わってあげようかなと。優しいです、ね。あとギバーなんでね。代わったわけですよ。そしたらですよ。何ですか、もう、うん、あの制空権も取ってくるわけですよ。手すり使う分にはいいんですよ。真ん中かわいそうだから。あ、領域の話ですか。はい。はい、手すりは使わせてあげてもいいんですけど、そんな感じで。だからもう手すりからもう完全に出てくる。そうそうそう。で寝てやがって、俺も寝ることもできず、ビールくださいって言ったら、こんな時間からそんなもんあるわけねえだろみたいなことで。え、そうなんですか。わかんないけど、そんなこと言ってないと思うけど、けたたましくないって言われて、 あそうなの、じゃあコーヒーでいいわっつって。まあ、そんなこんなでこれから成田ですね。そう、すっげえ高いチョコ買ってきてありました、お土産に。買ってきたの。はい。今、はい、いつの間に。今値段見ずに買ったら61ドルだって言われて、うん、おおって感じで1万円じゃん。買ってきました。1万円じゃん、やばくない。やばいです。それ怒られるんじゃないの。何ですか。えアルビスに。いえ乗りましょう。はい。